どうもおはようございます。ということでね、選択をしないといけないんですけど、いや、もう着るものがないんですよ。着るものがない。もうこの服だってもうずっと同じ服着てるんで。これは2日目だけど、下のズボンとパンツも多分4日目ぐらいですよ。もう洗濯がないので。あ、ゼッケンどうもおはようございます。あ、有料のやつじゃないこれ。あれです。洗濯頑張ったです。2個あざっす。これ有料のやつ。ありがとうございます。ちょっと洗濯ね、しないといけない。おはようございます。風船どうも。だ、ちょっとね、もうコインランドリー行っちゃおうかなと思って。あー、特例だと2個連チャンです。ありがとうございます。有料のやつね。ちょっとね、いや、家で洗濯だと、乾燥機がないのよ。あ、ちなみに昨日パチスロ行ったんだけど、昨日2戦負けたわ。昨日はね、2戦負けました。あ、匿名の方2個あるっす。ありゃす。あ、あんこさん5倍トロフィアだっす。ありがとうございます。何の音や。水道ですか。あ、匿名の方トロフィーレッチャーだっす。あれっす、曇り、そうだね。あ、匿名の方トロフィーレッチャーだっす。トロフィアだっす。ありがとうございます。トークベイの方だっす。いやー、で、とりあえずね、あ、せっけんどうも。あれよ。どうしましょうか。今日何すんのよ。とりあえず洗濯しないと着るものがないのよ。だから、もうちょっと、コインランドリー行かないとなのかな。何がコインランドリーだよ。自分で干せ。は、別に俺の勝手じゃね？な、お前に言われる筋合いないんだけど、お前ブロックします。あなたブロックします。なんかムカつくからブロックします。クーポン無料さあ、おはようございます。あ、ゼッケンの。いや、だから、うちの洗濯機、乾燥機がないのよ。うちの洗濯機、脱水が壊れてるらしくて、あまり脱水ができなくて、しかも乾燥機もついてないから。で、別にね、じゃあ、新しい洗濯機を買うって言っても、親が嫌がるので、だからもう積んでるんですよ、うちでやるには。で、俺も、東京で一人暮らしみたいなことをちょくちょくしてたんで、あれはさねっす。そう。ちょくちょく、その時やってたんだけど、あー、10倍まだっす。そう。その時はやっぱり洗濯乾燥機もありでやってたんで、そう。いや、洗濯機買い替えって思うじゃん。親が嫌がるんですよ。新しいの買うと怒るから買えないのよ。だから家だと洗濯しにくいのよ。もううちの親って頭悪いから、
頭硬いから、頭おかしい、気違いだから、脳みそ腐ってるから、だからそういう状態なの。いや、だから普通に洗濯機新しいの買えばいいじゃんって話。それを許さないからあんのよ。でもそれって不便じゃん。だからもうコインランドリーちょっと高いけどやるしかないのよ。アリオさん、5倍トロフィアナス。ありがとうございます。彼女は別にいないですけど。はい。だからね、コインランドリー行こうかなと思って、そうだ、ちょっとね、どうしますかね、あ、KP10 個どうも、また FX してほしいです。なんでお前がね、お前のリクエストで俺が答えなきゃいけないの、わざわざ店に切って。だったらお前がね、100万投げろ、お前がふわっちで100万俺に投げたらやってやるよ。そしたら俺に50万くるから。そのお金でやるから。なんでね、お前が見たいっていうものを俺が店に切って無料で見せなきゃいけないの。課金もしない、ゴミみたいなお前に。違うの。無料で見れると思うね、俺が未然に切ってる配信。FX なんて、ゼロサムじゃないからね。マイナスだから。スプレッドはあるわ。ね。あと、相対業者だったら、スワップ分が、抜かれるわ。クリック365だとしても、結局ね、手数料が高いから、その分スプが広いようなもんじゃん。で、しかも儲かった時税金来るから。あんなゼロサムじゃないから。そう。今日は随分と、いや当たり前でしょ、だってあんな FX 配信なんてね、あんなの未然に切ってさ、基本的に負けるようにできてんだからさ、そんなの無料で見てるやつに、なんでね、金も1円も投げないやつに、なんで俺が未然に切って負ける配信しなきゃいけない、バカじゃない。配信で、昔はそれが趣味でやってたからそれは成立したんだけど、もう配信が稼げる世界になって、なんでこんな無課金リスナーのためにそんな俺が未然に切ってやんなきゃいけない。しかも FX なんてもうほんと青天井で負けるから。あ、ゼッケンどうも、ああとりあえずね、そうだな、ちょっと選択しなきゃいけないな、昨日お花畑駅の部分行った。なるほど。あそこの天玉うどん美味しいっすよね。いや、あそこの天玉うどんまた食べたいな。あそこのうどん美味しいんだよな。とりあえずね、洗濯をしようかなと思う。食べられなかったでどういうこと？ああ、三次閉店。あ、そうなんだ。それは知らなかった、俺。あ、そうなんだ。その閉店時間は知らんかった。とりあえずね、洗濯だよ。洗濯をしなきゃいけない。ぜひ食べてみてください。あそこの天玉うどん本当美味しいですよ。
めんどくさいなぁ、コインランドリー行くの。しかもコインランドリーも結構高いんだよね。1000円ぐらいかかるからね、あれね。乾燥機をしかも、結構ね、乾燥時間を多少やんないと、ある程度で割ると乾かないから、多分1200円ぐらいかかると思う。いや、高いでしょ。洗濯で1200円ってマジで、本当洗濯機買った方がいいじゃんってレベルじゃない。だってさ、家で洗濯やったらそんなかかんないじゃん。洗剤代とか水代とか。一回の洗濯100円もかかんないとかってレベルでしょ。自分で乾燥機付きのやつ買ったら電気代とかはしても。100円とかかかんないレベルじゃない。いや、だから買えばって言うけど、親がダメだっていうの。うるさいの。で、親は頭おかしいから、みんなの当たり前の感覚で物事語んないよ。普通に買えばいいじゃん。俺も買えばいいと思う。でも買うってなると、ね、怒るんですよ。だからもう無理なの。うちでは買えないの、新しい洗濯機。親が死ぬまでは。親が死ぬまで 洗濯機買えないから。もう普通の感覚じゃないから。だから洗濯乾燥機付きのやつだったら簡単にできるから、もうコインランドリー行くしかないの。いや、お金もったいないよ。だってあんなのさ、わざわざさ、家でやった方がさ、めっちゃ近くて楽なのにさ、わざわざコインランドリーまで洗濯機持ってってさ、多分2、300円かかるからね。家で、ね、洗濯機、乾燥機付きのやれば多分1回あたり100円とかなのに。100円もかかんないじゃない。水代、電気代とか全部合わせて。まあ、行っても100円とかでしょ。てか100円いかないでしょ。めちゃめちゃ損じゃん。長い目で見たら。あ、風船バーガーどうも、ゼッケンもどうも。だからね、そこなんだよね。そう。いや、本当に無駄でしかないから。いやー、ちょっとね。花火一発分じゃ効かないでしょ。花火二発分ちょっとじゃない。俺、この前確か1200円ぐらい買ったからね。いや、こういうのは1200円ぐらいかかる。洗濯、乾燥、全部合わせて確か1000円のとこないのよ。でも、量が多いと、そのセットで1000円なんだけど、全部合わせて。でも、乾ききらないのよ。だから追加で、30分ぐらいやんないとなのよ。乾燥機。で、乾燥機100円で15分だから。で、そうすると確かこの前1200円か1300円使ったのよ、それで。いやー。なんで買っちゃダメっていうの？いや、だから、あの親がダメって言ったらダメなの。もう、理由とかじゃない、理屈じゃないんだよ。あの親がダメだったらダメなの。もう怒るから。だからもう普通の感覚じゃないから。もうそれを理解できない人はもう無理。俺はもう長年一緒にいるからわかるの。それもあの親普通の感覚や、普通の頭を持ち合わせてないから。中古で買うとか、新品で買うとかじゃないの。あの洗濯機以外は怒るの。あ、おはようございます。あとね、はじめしゃちょーがなんかね、やってたやつやりたいんだけど、昨日はじめしゃちょーのなんか動画でアップされた、俺ほんと結構痩せたんですよ。1日1食繰り返してマジ5キロぐらい痩せたんだけど、
はじめ社長がね、なんかついつい炭水化物を取ってしまいがちだけど、そんなあなたにみたいな。なんかね、コンビニ、最強のコンビニ飯があるみたいな感じで、ローソンのね、なんかハンバーグ、レンチンのハンバーグと、あと、それはなんか売ってるとこと売ってないとこあるらしいんだけど、ローソンにもね、店舗によって。なんかこう、野菜が売ってたのよ。なんか、こう、なんか、ハンバーグとかにそういう野菜だけのが売ってて、蒸し野菜みたいな。で、その2つを買ってきて、ハンバーグとその蒸し野菜を買ってきて、レンチンして、それを一緒に食べるだけで、で、ご飯食べなければ、それだけ食べれば、美味しいみたいな。わ、めっちゃ食いたいと思って。それをね、買いに行きたいんだよなと。なんか、一部店舗しか売ってないような系だとね、田舎のローソンとか売ってなさそうなんだけど。そうだね。だちょっとね、とりあえず洗濯してからローソンのハンバーグ買いこうかな。とりあえず、そうだね。髪の毛乾かしてから洗濯行くか。怒られてもいいから買っちゃえと思う。だよね。だってもうきついもん、こんなん毎回毎回さ。毎回毎回だってあんな脱水壊れてる洗濯機でさ。家でやんのきついし。かといってコインランドリーで毎回毎回1000いくらとかわざわざ行ってさ、そんな金かかってバカみたいなもん、本当に。頭おかしいでしょ、マジで。あ、匿名の方から登録に行こう。ありがとうございます。ありがとうございます。痩せた。そうだね。だいぶ痩せたと思う。どっちかっていうとなんですけど、まあ、多分無理だと思うけど。